皆さんこんにちは、田中恵美里です。今日紹介するカップ麺は札幌一番塩カルビ味焼きそばです。ビーフの旨味にガーリックのコクと黒胡椒のピリリとした辛み、瀬戸内産レモン果汁の爽やかな酸味と切りごまの香ばしさを合わせた塩味の焼きそばソースです。麺は表面に張りがあり、適度なコシとしなやかさが特徴で、縮れのついた細麺のためソースによく絡みます。具材の牛肉チップの旨味あふれる美味しさと、キャベツのシャキシャキとした歯ごたえのある食感が美味しさをさらに引き立てます。焼肉メニューで人気のカルビ焼肉をヒントに、焼肉屋さんに行って締めに食べたくなるような塩味系焼きそばを目指したレギュラーサイズのカップ焼きそばです。瀬戸内産レモンとは、日本で一番レモンを生産している広島県の瀬戸田町、そこで育てられているのが瀬戸内レモン。特徴は熟す前に収穫してしまう輸入品と違い、国産レモンは熟してから収穫を行います。そのため輸入品に比べて糖度も高く、酸味もまろやか。もちろん酸っぱさはありますが、香りが高くてみずみずしい酸っぱさの中にも甘みもあり、現在では地元だけでなく日本全国においてさまざまな食品やお菓子にも使われるほどの人気の果実です。塩味系の焼きそばにまろやかな酸味のレモン、これは相性が良さそうですね。早速食べてみましょう。食べてみた感想、なんとも爽やかな香りと風味です。2001年の新発売から何度もリニューアルされている焼きそばだけあって、さすがの完成度。しかも今作は塩レモン味でまとめられていて、さっぱりあっさり感がこれまで以上に増している気がしました。麺は縮れ細麺でソースによく絡み、味わいもしっかり伝わってきます。牛肉チップ、キャベツなど具材も香ばしく歯ごたえバッチリ。ごまの風味も美味しさのアクセントになっていますね。焼肉味といってもそれほど味が濃くなく、しつこさもないので後味もすっきりでした。ビーフの旨味にガーリックのコクと黒胡椒のピリリとした辛み、瀬戸内産レモン果汁の爽やかな酸味と切りごまの香ばしさを合わせた塩味の焼きそば、本日は札幌一番塩カルビ味焼きそばを紹介しました。田中恵美里でした。